はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は生放送でめちゃくちゃ多かったアルトリアキャスターの質問について回答していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、この動画の内容なんですが、自分のチャンネルのコミュニティの方とほぼほぼ一緒となっております。なので、この動画見るのめんどくせえなって方に関してはそちらのコミュニティ見てもらえればいいかなと思います。ではもう早速やっていくんですが、まず1つ目、アルトリアキャスターの宝具は重ねた方がいいですかの質問。これに関しては、課金できる方、高難易度運用の方に関しては宝具2を目指せば OK です。はい、なぜかというと、まあアルトリアキャスターシステムで使われるかなと思うんですが、宝具レベル上げる利点というのが NP ゲージの増加、 OC を簡単にすることができる、あとは攻撃力アップ、この3つぐらいしか利点がないんですよね。で、そのことを考えた時に、まあシステムだけで運用するんだったら賞味宝具1でいいよね、高難易度で運用しないんだったら1でいいよねってもなったりするんで、まあ基本高難易度課金できる方に関しては宝具レベル2を目指せばいいんじゃないかなと思います。まあそれ以外は宝具1で十分です。あと、まあ宝具2以上のお話なんですが、それは正直趣味の枠となってくると思うんで特に気にする必要はないかなと思います。次、2つ目なんですが、アルトリアキャスターと〇〇始皇帝やダヴィンチライダーやエウリアレ、まあアーツのキャラクターですねと合いますか。この質問なんですが、基本すべて合います。はい、アーツ主体のサーヴァントに関してはほぼほぼ合うので、まあ合わないキャラクターを探してくださいっていうレベルのやつなので、まあ基本すべてのアーツサーヴァントと合うと思ってもらえれば OK です。まあただ始皇帝のように短期の方が強いっていうキャラクターも一定数はいたりします。ただまあアルトリアでバフってそのまま落とすっていうやり方もありかなと思ったりするんで、まあ別に短期運用しなければ普通に合うんじゃないかなと個人的に思ったりしております。次、3つ目なんですが、アルトリアキャスターでシステムを組める全体宝具の3連発は誰がいますかなんですが、まあこれ言っていきます。セイバーから順に言っていくんですが、まずイアソン、水着ジャンヌ、フィン、水着メルト、モードレット、ダヴィンチライダー、オデュッセウス、アナスタシア、紫式部、ジークくん、ナーサリー、パラケルスス、フヤキャス、チンキュー、水着武蔵、スペースイシュタル、サリエリ北斎、キュアラさんとなっております。で、これ黒聖杯でも組めるサーヴァントもいるし、 NP50% 霊装じゃないと組めないサーヴァントもいます。特に、ナーサリーですね、ナーサリーに関しては NP50% チャージじゃないと、組むことができないんで、そこだけ注意してください。ただそれ以外のサーヴァントはわりかし黒聖杯とかで運用できたりもするんで、まあわりかし運用の幅というものは結構広いんじゃないかなと思います。そして次、アルトリアキャスターのシステム単体ですねで組めるサーヴァントは誰がいますか。これに関してはそこまで数は多くなかったはず。安定して組めるのが確かアルトリアのアーチャーですね。でそれ以外だとブラドとかシトナイとかがちょっと組めるかな。なんかアサシンは無理だけどそれ以外はできるよう的な、感じだったと思います。ただ正直単体宝具に関しては、まあアーツ宝具打って1枚でもアーツが入ってクリティカルしてくれたら宝具バーンってまた、リチャージされたりとかするんで、まあ特に単体に関しては気にせずにまあ使っていけばいいんじゃないかなと思います。次、5つ目の質問なんですが、アルトリアキャスターですねで、システムを組む際、上記のシステムサーヴァント、さっき説明したキャラクターですの宝具レベルは1でも大丈夫ですか。この答えなんですが、宝具レベル1でも大丈夫です。はい、組めます。ただ宝具レベル1の場合は火力が出ないとなったりするんで、そこだけ注意してください。なので火力を安定して出したいなとか思う場合は、宝具レベル2以上を目指すのが完璧です。はい、ただ注意点なんですが、星5サーヴァントだったら宝具1でいいんですが、星3以下のサーヴァント、イアソンとかパラケルススとかチンキューとかですね、ここら辺に関してはできたら宝具レベル5を目指してください。低レアの恩恵っていうのはやっぱり宝具レベルが高いっていうのもあったりするんで、ここら辺はできたら宝具レベルは高い方がいいかな、5にしてください。そして次、6つ目なんですが、アルトリアキャスターでシステムが組めるサバの霊装のおすすめは何ですか。まず
これなんですが、火力を出したいタイプと NP リチャージ安定させたい型、この2つに分かれます。まず火力を出したい方に関しては黒聖杯や白聖杯の防御威力アップの霊装、これで十分です。正直これだけで火力はなんか思いっきりパーンって上がります。なのでこれをメインで見てください。そして NP のリチャージとかアーツの安定性上げたいって方に関しては、星5霊装でいうとフォーマルクラフト、ダイブトゥーブルーなどがおすすめです。星4霊装とかの話でいうと、毒蛇とか天の晩餐とか、そこら辺がおすすめという形です。そして次の質問、アルトリアは2体、まあ共に防具レベル1でレベル90、70などのまあ分かれたやつを作った方がいいですかという質問なんですが、まあこれに関しては TA ですね、タイムアタック、ターンアタック、それ以外で言うとダメチャレをしたい方は作ってください。はい、まあダメチャレとかしたいと思ってるんだったら防具レベル5を3体ぐらい作るみたいな感じになると思うんですが、まあそれをしてください。それに興味がない方、そういうの興味ねえやって方に関しては、正直なところ防具レベル2にしちゃって大丈夫なんで、まあ特に気にする必要はないかなと思います。まあほとんどの方防具レベル2に上げておけば OK です。そして次の質問、アルトリアキャスターのスキル上げ優先度は何ですか。個人的に 1,2,3 でいいかなと思います。 NP チャージ関連をまず主体で上げて、その後に火力のアーツ性能を上げるっていう形でまあ解決するんじゃないかなと思います。そして次、アルトリアキャスターの最適解のシステムは何ですかなんですが、個人的にまあ今最適解と呼ばれるサーバントはこの2人かなと思います。まあスペイシュと、ムサシちゃん、水着ムサシちゃんですね。で個人的には水着ムサシが合うかなと思います。まあなぜかっていうと、まあ全てのクラスに有利取れる、これがやっぱりでかいなって感じがするね。でまああのスペースイシュタル、あの1,2,3ウェーブが 1,2,3 の順でもシステムを組むことができてやばいみたいなこと言われているんですが、やっぱりスキルのランダム性ですね、この第3スキル、確率で、アーツ性能アップっていうのがあるんで、そのことを考えた時にまあなんだろう、確率をシステムで持ってきたくないなって気持ちがあったりするんで、まあ個人的には、まあ、水着武蔵が今現段階で言うと最適解なんじゃないかなと思います。まあって言ってもなんだろう、本当使い分けで化けるっていう子なんで、まあ2体持っておいて損はないっていうのは事実になってるんじゃないかなと思います。そして次の質問、ページ、卵、かけらはどこが最高効率ですか、どこがドロップ率美味しいですか。これに関してなんですが、あくまで確率を見た時のお話で言うと、ページが新宿の2丁目、ここが一番ドロップするらしいです。そして卵に関しては、2部4章の湯学シェートラのここですね、D バール、ここが一番ドロップします。そして、かけらに関してはオリュンポスの鬼神回廊、ここですね、まあ自分一回も回ってないんですが、ここが、最高効率のドロップらしいです。はい、ただあくまで俺はこれは効率、まあドロップのやつですね、その結果を見てお話ししているんで、まあ必ずここでめちゃくちゃ大量にドロップするというわけではございません。確かページですら 30%、かけら、そして卵に関しては 12% ぐらいのドロップ率しかないんで、まあスキル上げしたいなって方に関しては頑張ってスキル上げしてください。結構鬼畜ですが、それに見合った性能をアルトリアキャスターは持ってるんで頑張ってください。これぐらいですね、これぐらいがまあ質問等で多かった内容かなと思います。でこれ以降に関しては随時ね、コミュニティの方で、増やしていくと思うので、まあ、気になる方は、そちら見てもらえればいいかなと思います。はい、なんか個人的に一番多かった質問はドロップの場所だったんで、まあ、それに関してはあの余裕がある方は自分で調べてみてください。はい、正直なところ調べたら多分いっぱい出ると思います。はい急になんか視聴者をディスっていくスタイルということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。
シュッシュッシュッ。